リチウムイオン電池 UPS は高いいと思っていませんかリチウムイオン電池 UPS がお得な3つの理由 UPS に使用されるリチウムイオン電池は従来の鉛蓄電池と比べてさまざまな特徴があり注目されていますただお客様からは「バッテリー寿命が長いのはわかるけど高いんでしょ?」というお声をいただきます 実際のところはどうなのでしょうかバッテリー寿命で比較、UPS の大きさ、装置質量で比較しながら、リチウムイオン電池 UPS がお得な3つの理由をご紹介します。1. バッテリー寿命で比較。まずはじめに、り蓄電池とリチウムイオン電池をバッテリー寿命で比較してみましょう。注意温度が25度の場合、 鉛蓄電池の寿命は一般的に2年から5年と言われています。同じく周囲温度が25度の場合、リチウムイオン電池の寿命は約10年です。UPS 自身の装置機体寿命と同等のため、一度もバッテリー交換をせずに装置開会時期を迎えることができます。2、UPS の大きさ、装置質量で比較。 次に、鉛蓄電池とリチウムイオン電池を UPS の大きさ、装置質量で比較してみましょう。リチウムイオン電池は非常に小型で軽いため、搭載する UPS 本体も小型、軽量化することができます。当社 UPS サナプス A11 系シリーズを例にとると、左の図のように体積にして約1 2分の1に小型化できる機種もあれば、 右の図の5キロ v a の UPS のように質量にして 31kg 約40%も軽量化できる機種もあります。できれば場所を取りたくないので小さく軽くなるのは嬉しいですよね。ではここからリチウムイオン電池 UPS の方が総合的に考えるとお得です。と三葉電気が自信を持ってお伝えする3つの理由をご紹介します。 リチウムイオン電池 UPS がお得な3つの理由。1つ目。バッテリー寿命が長いから交換コストを削減できる。バッテリー寿命で比較した通り、周囲温度が25度の場合、リチウムイオン電池の寿命は UPS 本体の寿命と同等の10年です。それに対して、鉛蓄電池の寿命は2年から5年程度です。 鉛蓄電池の場合、UPS を購入してから買い替え時期が来るまでに、1回から2回のバッテリー交換が必要です。バッテリー交換には、交換用バッテリー代だけではなく、交換作業費も発生します。そのため、トータルコストでリチウムイオン電池 UPS の方が安くなるケースがあります。理由2つ目。バッテリー寿命が長いから、 交換の手間を削減できる UPS のバッテリー交換には、費用だけではなく、手間も発生します。バッテリー交換の手間は、問い合わせやバッテリー選定だけではありません。交換の際は、UPS の電源を落とすことに伴う周辺機器への配慮も必要です。外部業者への費用が発生する場合もあります。 理由三つ目。経年劣化による容量低下が少ない。リチウムイオン電池の方がバックアップ時間が短い UPS を選ぶことができるという点です。それは大きなコストメリットにつながります。鉛蓄電池の特性として、経年劣化による容量低下があります。容量低下とは、年数が経過することにより、停電時に、 バッテリーから負荷機器に電力供給する時間、つまりバッテリー保持時間が減少してしまうことです。では具体例でご説明します。こちらのグラフをご覧ください。負荷装置 800W を自動シャットダウンするために、バックアップ時間10分の UPS を選定する場合を見てみましょう。鉛蓄電池では経年劣化により、 5年後のバックアップ時間が半分以下になるので、逆算すると初期値のバックアップ時間が30分ある UPS を選定する必要があります。さらに、装置寿命までにバッテリー交換も必要です。一方、リチウムイオン電池の場合は、10年経過後も初期値のバックアップ時間の80%以上を維持できるため、バックアップ時間が13分の UPS を選定すれば、 装置寿命の10年後でも10分のバックアップ時間を維持することができます。問題代で比較した場合、鉛蓄電池でバックアップ時間30分の UPS より、リチウムイオン電池でバックアップ時間13分の UPS の方が安くなる機種もあるので、リチウムイオン電池 UPS は初期費用の面でもお得なのです。最後にまとめです。 リチウムイオン電池 UPS が鉛蓄電池 UPS よりお得な3つの理由。1. 交換コスト。鉛蓄電池の場合は交換用バッテリー代と交換作業費が1回から2回発生します。リチウムイオン電池の場合はどちらも必要ありません。2. 交換の手間。鉛蓄電池の場合、 問い合わせやバッテリー選定、周辺機器への配慮などの手間が1回から2回。リチウムイオン電池の場合は、そもそも交換が発生しないため必要ありません。3. 経年劣化による容量低下。鉛蓄電池は経年劣化による容量低下が多く、5年後のバッテリー容量は半分以下になります。そのため、バックアップ時間が 必要値の倍以上ある UPS が必要です。リチウムイオン電池の場合は、経年劣化による容量低下が少ないため、バックアップ時間は必要値プラスアルファ程度の UPS で OK です。本体代を考えると、リチウムイオン電池 UPS の方が安くなる機種もあるので、初期費用の面でもお得です。こう見ると、高いと思っていたリチウムイオン電池 UPS も、 結果的には鉛蓄電池 UPS よりも費用を抑えられる場合があるのです。今回はリチウムイオン電池 UPS は高いと思っていませんか鉛蓄電池とリチウムイオン電池を比較しながらリチウムイオン電池 UPS がお得な3つの理由をご紹介しました。皆さんが UPS を選定する際にぜひ参考にしてください。 南洋電機ではリチウムイオン電池 UPS を複数ラインアップしています。詳しくは当社のプロダクトサイトをご覧ください。